四つ筋花、カミキリ、レプトゥーラ、オカラチオファスキャタ、モーチルスキーは、カミキリムシの一種。鼻によく集まり、全身に黒時の4本の帯模様がある。体長は14から22ミリメートル。頭部は前方に伸び出したようになり、全部に一つの縦溝がある。触角は、体長の2、3に達し、第3節目が一番長く、先端は尖る。 前胸部は釣り金型で前と後ろの円沿いに横溝があり、小中線に縦溝がある。前肢は後方に向かって狭まり、その先端はえぐられたようになっていて、外側が尖っている。ふわしは比較的長く、後肢の形節は球状に曲がり、先端が太まっている。体色は基本的には黒か色で前面に金褐色の短毛を密生しており、 そのために光沢がある。ふわしは、光褐色で、全節と腿節の後ろが黒い。触角では、柄節が光褐色で、それ以外は黒い。全肢には4本の木褐色の横帯がある。耐火面は、ビロードのように金色に輝いて見える。ただし地方変異がかなりあり、西日本のものでは、より細長くて黒色部が濃いなどの違いが見られる。幼虫は、 円筒形の体で頭部は全胸節からあまり突き出さない。単眼は1個で全胸節の背面は滑らかで前縁近くに気褐色の反紋がある。和名には若干の触れがあり、石井他編では標準を四筋花み切りとしつつ別名として四筋花み切り、四筋み切り、花み切りを挙げている。交尾中のペア成虫は6から8月に出現し、 花に集まる。本州では、寮部やのりうつぎによく集まり、南西諸島では、アデクや、イジに集まっているのが見られる。また、紅葉樹の朽ちた立ち枯れ目や倒木にも集まる。なお、飛翔中の姿は蜂によく似ており、体色や模様も含め、蜂に擬態していると言われる。幼虫はもみ、赤松、鬼ぐるみ、小ならなどの材を食べる。 幼虫が食べるのは普及の進んだ剤で、褐色普及剤、白色普及剤とそのタイプを問わずに食べる。越冬は幼虫で行い、春に剤の中で8日、羽化する。日本では北海道から九州まで、それに千島や沖縄本島までの南西諸島などからも知られる。国外では千島、カラフト、中国、朝鮮から知られる。 また平地からは鉱山帯まで広く生息し、各地で普通種である。以下、種として、石井保花編、P1221 以下、幼虫に関しては、志村編、P252 鈴木 P41 築地、P50 志村編、P252 鈴木、P41 鈴木、P41。ありがとうございます。